ボシャボシャ。今日はですね、KED の12番、KED 楓の12番ですね、持ってきましたよ。こちら、ドドン。はい、立ち上がり、粘りはこんな感じの楓さん。何年前だろうな、5年前ぐらいの大宮大盆栽祭りでゲットしてきた楓さん。まあ、植え作るのにね、難儀してるやつです。今日はこいつの、まずはここね、ここ一箇所、これ回し継ぎしてるところなんですけど、回し継ぎでもうイン側はカットして、活着してアウト側だけ残ってて、まあ下手くそな継ぎ木ですけどね、人生初継ぎ木が成功した部分、ここのアウト側がもうここ削っちゃっていいかなと思ってて、今2箇所、こことここに、この枝ね、この枝2箇所で枝が伸びてるんですけど、この枝なくてもいいかなと思って、ここ削ろうかなって思って持ってきたっていうのが1つ。あともう1箇所ね、回し継ぎしてますと、ここね、ここアウト側、これイン側、これぐるーっと回って、この枝、この枝をぐるっと回して、ここにインしてアウトっていうところがあるんですけど、ここの状況をね、これ取って確認してみようかなと思ってます。もうそろそろは外してもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、今日はその2つですね。あとは細かい掃除、こう中の方にね、枯れ葉がちらほら出てきてるんで、ちょいとね、調子悪いんですよね、楓だけじゃなくてね、なんか今年全体的に葉の色が薄くなる、棚の環境が良くないと思うんですけど、葉の色が薄いやつがね、なんかちらほらといるんですよね。濃いやつもいるから何とも言えない。肥料が多すぎる、肥料が少なすぎる、日当たりが悪い、蒸れてる、風通しが悪い、排水性が悪いとか、なんか何かが原因だとは思うんですけど、ちょっとね、それがわからない。元気なやつもいるんでね、なんか一概にどれっていうのが言えない気がするんで、なんかどうしようかなってどうしたもんかなと思ってるところです。なんかたまにあるんですよね、こういう黄色い葉っぱを大量に抱えた、全体的に色が薄い葉の色が、こういう感じ。なんかね、6月ぐらいまでは全然元気だったんですけど、それ以降に出てきた芽がちょっと白っぽいんですよね、こういうやつ、こういうとこ。何かの栄養素が足りてないのか、肥料ね。なんだろうな、あんまり元気がない。早めに手を打たないと、なんか大惨事になりそうな気がして怖いんですけど、原因が分からずじまいで、どうしようもない。肥料入れすぎたか、入れすぎて根がやられたかとかもちょっと考えてます。はい、まあいいんですけど、それは置いといて、一旦ここね、ここ伸びて、これもそうですね、これも先端から伸びてきた部分、ここが、この枝がこの2箇所目の継ぎ木のこの枝とかぶってて、ちょっと邪魔になっちゃってるんで、とりあえずここはもう落としちゃいます。ここね、おっちゃこう。でもここ平らにしちゃってもいいかなという気もするんですよね、ここね。でここは切り戻すか、軽く、よいしょ。で反対からも見てみて、こうね、
やっぱりここ枝生えてきてもさ、なんか邪魔なだけなんですよね。ということで削りましょうか。じゃあこの部分ね、削っていこうかと思います。ここをこういう感じでバツンと落とすイメージですね。でこっち側から見るとこれをこう落とすイメージ、こうこう落とすイメージです。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。間違ってね、下の枝を落とさないように、下の枝を落としたらもう終わりなんで、少しずつ切り詰めていきましょう。追い込んでいきましょう。はい、こんな感じでざっと追い込みました。いや、いいね。がっつりと削り取られましたね。こういう感じね。ピントが合わない。うん、これでいこう。こういう感じね。よしよしよし。で、あとはナイフでもう少し綺麗にね、削っといてあげようかなと思います。間違って下の芽を落とさないようにね。それだけは気をつけて。じっくりと削って綺麗にしていきます。はい、こんな感じでナイフで軽く削っときましたよと。こういう感じです。はい、これさらにね、こっから肉巻いてボコッとするんで、もうちょっと削ってもいいかなーってもう思ったんですけど、ピントが合わない。まあ一旦これぐらいにしときましょうか。これで様子見ようかなと思います。 OK。で、これ行きましょうか。こいつね、外してみます。果たして、どんな感じになってんでしょう。いいよ。OK。取れました。すげえ。なんか面白いことになってる。ゴーグルつけた人みたい。水中メガネ、面白い。でこのカットパスタをね、カットパスタのペーストね、こいつを剥がしていきましょう。ペリペリっと、時間かかるかな。いや、おりゃ、よいしょ。
ちょっとね時間かかりそうなんで早送りでペリペリ剥がしていきます。はい、カットパスタペーストを剥がしときました。どういう感じになってんでしょうか。ちょっと邪魔なんで葉っぱ落とします。はい、こうなってました。じゃがじゃんと、うん、完全に飲み込まれてますね。おー、何がどうなってんだ。とノコギリで溝掘ってそこにカポってはめたんですけど、この部分が、そうですね、この辺りが当時埋め込んでた部分ですね、が見えてる。で、こことここピンで止めてて、で、その周りの肉が盛り上がってきたっていう感じなんですけど、この辺がもともとこの本体の肉だと思うんですけど、この辺りはこの枝、分かんないね、どこのこの枝が太ってる肉なのか、本体のこことここが太って盛り上がってきてる肉なのか、ちょっと分かんないですね。もう完全に一体化しちゃってる気がする。癒着してるとこは癒着してますね。うん、なるほど、そういう感じね。綺麗になるかな、この辺。まあまあ、それも今後ね観察していきましょう。で、あとよくボンバカヒコさんがやってるんですけど、まあ、多分活着してるとは思うんですけどね、ちょっと念のためここ軽く削っておきます。なんかこのイン側からの供給を少なくしてあげることで、よりボディとの活着を促進してくれるっていう都市伝説が、都市伝説なのか、まあ、実際これやられてる方いらっしゃるんで、ちょっとねそれをうちでも試してみようかなと思います。どれぐらい削ればいいんだろうね。こうやって、まあ、殺さず生かしておく感じ。こんなもんか。こんなもんでどうでしょう。こうやって少し削ってイン側を制御して、ここからの供給が少なくなって、こっち生かさないといけないから慌ててもうこの辺の活着を進めてくれるっていう、そういうプランです。ボンバカヒコさんがやってたので、よくやってるので真似してみました。はい、じゃあここだけカットパスタ貼って終わりにしようかなと思います。はい、完了。ここカットパスタ貼って、ここはトップジン M ペースト塗ってます。オレンジの部分ね。はい、 OK。 ここは何もせずそのまま放置しようかなと思います。OKOKOK。 で、まあ、ちょっといらない途中枝は切り戻しておきましょうか。これぐらいで止めといて、はい、 OK。 軽く途中枝切り戻したところで、これで終わりにしようかなと思います。ここね、人生初取り木、接ぎ木成功した場所、ここをうまく成長してほしいですし、2発目ね、2発目この部分なんですけど、これもうまいこと成長してほしいし、まあ、この肉がどう巻いていくのかも含めて今後観察していきましょう。あとこれね、これ効果あるのかどうかは分かんないですけど、これも試してみました。もうおそらくもうすでに活着してると思うんですけど、外す前にね一旦こういう作業をしてみましたよと。9月ぐらいに、ね、外そうかなと思ってます。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。